これ多分もともとあれですね、なんか看板。そう、そうです、これ。ここ？はい。あ、ここに決めるんですか？そうなんです。うわ、すごい、こんなんあるんや。すげえな、こんなとこあるんや。そのたまりにもいるんですよ。へえ。なので今こうバーって流れ込んでるじゃないですか。はい。あのこっち側の岩の上からあっちを狙って投げる感じです。なるほどなるほど。で、はい。先着いたら、はい、ゆっくり巻いてきていただければ、はい、もうそれだけで釣れるときはちゃんと食いつくんです。そうね、そんな簡単に。はい、このルアー偉いんです。てか川めっちゃ綺麗な、はい、こういうとこにちゃんとコント釣れへんもんな。キャンプ場の近くでちょろっと竿を出すだけやったから今まで。すげえ綺麗やな。跳ねた跳ねた。そういうこともある。このもう本当に川の投げれるところまで投げて、そこはゆっくり投げて、来ました。え、もう来た、もう来た、マジで。早っ早っ。え、もう釣れた。これがヤマメ。ヤマメ。はい。めちゃくちゃ綺麗ですね。純一さん、一回見本見せますっていうので釣るのやめてもらっていいですか。こんな感じです。いや、すげえ、はい。いいサイズですね。いいサイズですね、うん。なかなかこんな簡単には釣れないですけど、今日はちょっと釣れてみました。一投目でいきなり。そうなので。どこ行った？なんか僕のルアーよりちょっと軽いんで、はい、慣れないですね、まだ。2.4g なんで。けどちっちゃヤマメ初めて釣った。ここすげえ釣れるんですね。リリースですねこれ。サイズ的にはサイズ、これリリースします。はい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 。ちょっとリリース。綺麗なヤマメ、綺麗なヤマメ釣れましたね。釣れました。はい、逃がします。じゃあバイバイ。いや、もうサイズは選べないんで、釣れれば大丈夫です。面白い。初めてですよ、初ヤマメ。あんだけすごい綺麗ですよね、釣れた時。いや綺麗、なんかもう色がすごい綺麗。もうでもここ僕ら立ってるから釣れないですよ、ね、こうなるとこいつらちょっとしばらく食わないんで、はい。
げえとこ行くな。岩陰に隠れて、はい、隠れてその流れの一番尻尾からそこの白いバシャバシャってなってるあたりまで狙ってくる。かなと思ったら釣れてた。またもやちびちゃん。またもやちびちゃんです。5匹目よ。まあまあヤマメ5匹ってまあまあ釣ってんだけど全部ちっちゃいねんな。でも釣れてますから、ね、そう持って帰れるサイズが1匹もおらんねん。お、でかいんじゃないですか。ああ、いいサイズ、いいサイズ。バレんなよ、バレんなよ。いいサイズ、いいサイズ。よっしゃ、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 よっしゃ。ちゃんとしたサイズ。いや、やっとちゃんと山目釣った。すげえすげえ、いいサイズって。いややっとちゃんと山目が釣れました。自撮りしとこう。しゃあ初、ちゃんとした。いや、めっちゃいいサイズ。山目で言うと6匹目なんですけどね。そうなんですよね。これはちゃんと食べれるサイズ。いや嬉しい、今のは来た。完璧っす。ありがとうございます。とか思うじゃないですか、はい、いろんな道具持ってるなとか思うじゃないですか、はい、それはあの釣りでいう大将に僕が思ってるのと一緒ですか。
なんで2人分竿と 長靴の服持って持ってんねんって思ってますか。俺は借りたから助かってるけど。人と行く機会が多いから。ああ、そうかそうか、お客さん連れて行ったりとか。そうそう、結構うちのお客さん、その釣りする人みんなうちで釣りデビューの人多いんで。あ、なるほどなるほど、はい、大将が連れてってそうですデビューしたみたいな。こんなんとかもあんま見ないでしょ。だから使い切らなかったガスを吸収してもう一回中で燃やす。あ、だからすげえ燃え尽きるってことでしょ。そうですそうです、はい、もうあの本当にカラッカラになります。灰、あの白い灰になるってことですか。はい、あ、いいっすよね。燃え尽きてくれないと、はい、持って帰らなあかんから。そうですね。いやー、めっちゃ燃えるなこれ。でも沈下早いですね。いや、まあでもそうですけど、お湯とか沸かすのは一瞬やからいいっすね。あ、いいね、この焚き火でコーヒー飲んで釣りしてって贅沢したかったんで、あのモンカフェあれです、あのブルーマウンテンブレンド。お、結構ええやつですね。ブルーマウンテンの味は分かんないですけどね。そうですね、名前しか分かんないです。いや、いいなこういうのは。格別っすよ。いただきます。ああ、ブルーマウンテン、ね、うん、苦味がいいっすね。この辺とか貸してくれたらすげえいいですけどね。はい、いいっすね。っていうかこの川沿いのそっち側、はい、まあ、川沿いは国のもんですけど、その川のちょっと奥の平地あるじゃないですか、はい、これ誰のもんなんかなっていう。めっちゃいいねんけど、こことか、まあ、ちょっと見られるけどね、思いっきりキャンプしてるの。あ、そうですね、はい、プライベート感はないけど。まあ、あのキャンプの合間にね、ちょっとだけ釣りをするのは全然釣れないんでね、今日はプロ並みの友人に連れてきてもらった結果、ちゃんと釣れました。まあ、こっちが俺が釣ったやつね。こっちが大将釣ったやつね。くれるそうなんで持って帰って焼いて食いたいと思います。今日はだからヤマメ1匹とザコ5匹ですよね。まあザコもヤマメですけどね。なんか素人にしては上出来だったそうなんで、いや楽しい。これ今日は帰らなあかんけど、いいっすね、この釣りして焚き火してコーヒー飲んでっていう。でもし明日休みだったらこのまま僕キャンプ場にこれを持って行ってキャンプ場で焚き火してキャンプ飯でこれを焼くっていうのをやりたいんですよね。次回それをやりたいと思います。